豆だらけタガノスです。ですね、今日は部屋の模様替えですね。前回の動画でこのテーブルとこれを作って飾ったんですけども、なんか飾り気がねえなということで、まあこの辺りこの辺りちょっといろいろ加工してみたんですけども、センスねえな。まあ部屋触るもの、家触るものをこうやって飾り付けてみたんだけど、やりすぎた感がありますね。もうもはや銀魂の世界観がほぼほぼこの糖分しか残ってないということなんですけども、タムネで作ってあったのがこの横さくっつがってるこれですね。まあ、この棒のところさ、タムネのやつを横に貼っつけてこういう飾らとかを飾ってみると、まあそういった感じのものを作ったんですけども、なんだかな、刀なら刀で統一せって話だけどな。これハイカルのね、スケボーとか銃とか置いてみたんですけども、全然サイズ合ってねっていうね。でまあゴルフクラブ、なんかパチンコ屋でもらってきたジャグラーのあの横さ刺すやつ、まあこれも色を塗れっていう話なんだけどな。いいで、そっち普通の木だし、こっちも普通の木で、まあ歴代のジッポたちを並べてみたり、シセロさんのステッカーですな。これトロピカルマヨネーズさんのステッカー、よくわからない王将のオブジェクト、まあ、これさっき使ったインパクト、この字ってどうかな、ナイフ、エアガン、山頂、謎の水晶玉、ラッキーストライプのトゲ、サブチャンネルの方で使おうかなと思ってやったフォートナイトのラッキーライダーのヘルメット、ヘルメット、ネオプラネット、個人的にめちゃくちゃ好きだったスロットの機械で、飾るとこもねえからとりあえずこそ貼っとこうみたいな。醤油を入れる瓶、重てんだこれが、なんかそれ使えればな。まあそれだけなんですけどね、ちょいちょいアップデート重ねて、なんかそれっぽい撮影部屋にしてかなと思ってますので、気長にお待ちください。というのも、まあ、銀魂のコスプレで何かをするっていうよりも秋田弁講座ですね。結構要望が多くて、テーブルの上で撮影しつつ秋田弁講座を更新してきてなということで、とりあえずに部屋の内部はこんな感じにしてみたんですけども、最近ちょっと更新をサボってましたけども、ちまちま動画にしていきたいなと思っております。最後動画のおまけとしてね、秋田弁講座やったんですけども、肝心なやつ紹介してねえなと思ったんですよ。挨拶、豆寺がヘバナ、まあ今日は秋田弁なんですけども、豆寺がとかの説明をしたいんですけども、まあ字幕で出る通り調子どう、元気、まあそれ系で使われる感じの挨拶なんですけども、まあおはよう、こんにちは、さようならは、まあおはえんしとかっていう人もいるけど、基本的にはおはよう、こんにちは、さようならで、まあ親しい人とかよく会う人とかさ、お豆寺がっていう挨拶がまあ結構ベターかなーとは思うんですけどね。豆寺が気休めりなんて帰る時になれば、今度ヘバナ、まずヘバナ、まあそのあたりだと思うけど、まずなヘバナっていう感じですね。まずはまあまずまだみたいな感じ、ヘバナはさよならまだねみたいな、そんな感じ。まあ特に秋田弁っていう秋田弁でもねえんだけども、まあでもヘバナは秋田でしか使わねえのかな。他に使うところもあれば教えてください。まあ秋田弁とはちょっと違うんだけども、豆寺がと、ヘバナと、俺動画でよく使ってるんですけども、その字幕で出すときに、字幕のカラーをピンクと黄色の2色にしてるんですけども、まああれ、秋田でおなじみってもちょっと、シティ派の人たちはわからないと思うんですけども、秋田にはね、ババヘラというアイスがあって、まあ夏場になったら多分ポツポツ出てくるんですけども、今年なんとなんだろうな、コロナの影響でちょっと出てこない可能性もあるんですけども、まあ一応露店ということで、まあ敵屋とかではちょっと形が違うんですけども、道路をこう車でブーンと走ってるといるんですよ。豆寺側のカラーリングでおなじみ、黄色とピンクのね、パラソルをポンと立てて、で、こんな大きい釜みたいなやつさ、ピンクと黄色のアイスクリーム、ジェラート的なアイスクリームを入れて、おばあちゃんがヘラでこうすぐってコーンに持ってくれる、今テロップでこの辺りに出しておきますけども、ババヘラというまあアイスですね。
が夏場になるとポツポツと至る所に出現してくるんですけども、まあ、そのババヘラカラーのピンクと黄色、他のヒトラジェの動画見てでもその2色で字幕使ってる人って甘いねけがら、もう俺使っちゃうと、もう勝手にババヘラカラーで挨拶をね、豆寺が高野市です、ヘバナ、あと一番最後のエンディングの時のやつがもうババヘラカラーの2色ですね。まあそんなところを注目しながら見てもらえればありがたいんですけども、そったこだわりでもねえな、まあそったこともやってますよと、うん、補足で。ほんで最初の挨拶で豆寺がってやる時、こういう風にやってるんですね。豆寺がっていう、まあ、これも別に意味がないわけではない、そのまあこうでもいいしこうでもいいんだけど、ここでは朝日奈美久留さんになっちゃうんだよな。なんか前はあれだなと思って、これではちょっとベタすぎるし、なんかこうなんだと、一応まあハンドサインではないけど、こう T の字にしてね、高野氏の T ですよ、という意味で一応こうやって豆寺がっていう挨拶にしてらったんですけども、そこら辺も補足でおめでできればなと思いますので、でこれから先ですね、ちょっと考えてることがありまして、まあ今日はやらないんだけど、アンダーグラウンド秋田弁っていうのをやりていくですね。それもあってちょっとこれを用意したんですけども、暗い感じの部屋にしてブラック秋田弁的なもの、まあ英語で言うとこのスラングみたいなのもちょっとあるんですよ。ちょっと前の動画でやっとったけど、ガモ、まんじゅう、そこら辺コンプラさ引っかかるようなやつ、ちょっとくじ割りでも差別用語的なのも少しあったりして、まあ秋田弁講座プラスアンダーグラウンド秋田弁っていうのをちょいちょいやっていこうかなと思ってなんですけども、一応やる意味も一応あって、理由はその次の動画でアンダーグラウンド秋田弁やるときに説明したいと思います。今日はこれぐらいで、あとはそうですね、小屋の方ですね、もう徐々に更新して動画にしていきたいと思いますので、何卒お付き合いのほどよろしくお願いいたします。ということで今日はこんな感じで、高野氏でした。ヘバナ。